はい、こちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、今日は何をしてましたか？今日は何をしてましたか？学校へ行ってました。学校は楽しいですか？楽しくないです。そんなこと言わないでください。はい、では早速ですけど、今日は、こっちゃんが何か紹介してくれってうるさいので紹介したいと思います。今日はこれです。ザン、思い出。木組、高松小太郎。木組ということは幼稚園の思い出ですね、これは。ね、小太郎さん、山本幼稚園に行ってた時の作品の紹介をしたいと思います。今、なんかいっぱいありますね。まあちょっと分かんないんで順番に行きましょう。これ何ですか？花束。えぇ、これ花束？目ついてるけど、目ついてるけど、これ花束？違うやろ、これ何やろな、まあ、分からん。紙粘土で作ったね、粘土大工みたいですね。なんかつぼみだよりとかいうのありますけど、これこっちゃんのとこはちょっと分かんないですかね。あ、高松小太郎ありますよ。人見知りしないで仲良くできるところ、優しい。園では外に出て砂遊び、家ではブロックやプラレールが好きです。はじめまして、高松小太郎です。新幹線や特急が大好きです。体が不自由なとこがありますが、元気に幼稚園に通ってます。いろいろ迷惑かけると思いますが、こっちゃんと仲良くしてくださいね、よろしく。これはチャーちゃんが書いたやつね。こんなんもありつつ、桜だより、なんか分からへんけど、これもあります。こっちゃん卒園おめでとう。1年だけだったけど、お友達もできて楽しく過ごせてよかったね。去年に比べて何事にも嫌がらずにチャレンジできたこと、母はすごく成長したなと。あ、チャーちゃんか、これ。3学期は訓練の合宿に行き、ほとんど幼稚園には登園できなかったけど、また小学校に行ったら友達がたくさんいるので一緒になるから良いね。今までは遊びが一番でしたが、これからは嫌なお勉強があるけど、お友達と一緒に頑張ってくださいね、母よりって書いてあるね。いろいろあります。はい、これ作品じゃないですね、これ。なんか分かんないけど、これ、あの、幼稚園に行ったらこうシール貼るやつ、こんなんしてもらったりとか、いろいろありました。パンダ組、イチョウさんやな、これは。なんかいろいろあります。懐かしいです。これなんですか？小太郎、サンタさん。サンタさんですね、これは。サンタですね。うん？これはこうやって頭に乗せるんですか？頑張りました。高松小太郎くん、プール遊びをいっぱい楽しんでたね。今度いつ入るの？遊び終わってすぐに次のプール遊びを楽しみに待つ小太郎くん。水中で歩くのがとっても上手です。パンダ組。よくできた。あ、これ懐かしいな、こっちゃん。小太郎って書いてある。これチャーちゃん作ったやつやな。はい。これでも作品じゃないですね。じゃあしゃっくり出て。さあ、順番に行ってみたいと思います。たくさんあります。高松。なんか可愛いですね。これなんかな、なんか吊るしとくやつだな。わかる。色合い的に正月かな。基本的には一緒。これはパンダのうちわね。はい、これ出席。出席のペタペタシール貼るやつまたありました。結構頑張って行ってたな、これ休まずにな。この話見るとね、あ、じゃあこのクマさんマークは欠席って書いてある。結構休んどんかな。まあいいか。はい、次。まあいいか。お、なんだこれ。パパ、こっちゃん仲良くしてくれてありがとう。あ、これリュウシンくんのやつだな。たくさん友達作ってね、かっちゃん大好き。みんないつまでも友達、リュウシン。これ英子ちゃん作ってくれたやつや。すごいなぁ、懐かしいなぁ。
いろいろあります。連絡帳綴り、あ、これなんかいつものあれやな、これ今日は何がありました的な。えいこちゃん、うん、ちゃーちゃん、これいっぱい書いてる、すごいなこれ。これ大変だぜ、毎日毎日こんなにおさん書くの大変。すごい、頭下がるわ。はい、次。頭下がるわ。これなんだ、これなんだ、お誕生日おめでとう。これかわいいな、なんだこれ、かわいいな。何これ。あんね、お、これ、あー、これこっちゃん、ほら、あれやんか、運動会。違う違う、これは伊調さんでのなんか作ってくれたやつやん。あ、ここ、あー、あー、しんない、えらい顔よ、これ。福先生も映っとるな、いろいろあるな。着衣も頑張っています。ズボンは両、え、立位で両手を使って引き上げます。ん、あー、これすずちゃんやな。こっちゃんやばい、これ注意しそうやな。んー、これ誰、すずちゃんやんか、松木すずちゃん。ほら、プール入ってるわ、懐かしいな。お、これこっちゃん男前やな、っちゃい時からキリッとしとるな。なにこれ、新聞紙の中に埋もれとる。楽しい思い出やな、こんなんも。はい、次行きます。これは何かな、写真、イチョウ学園。あー、これもっと古いやつや、ほら懐かしいわ、ほら懐かしいな。お、これは、これ誰だっけ、この、この子、名前忘れた、ヨシキ君。あ、ヨシキ君、そうやな、ヨシキ君、ヨシキ君。足パッカーしてんの、俺羽田国際空港みたいなしてんな懐かしいな。てるこの子、あんたとすずちゃんとずっと仲いいな。リュウシンくんやな、リュウシンくんもこの時ブクブクやな、まだチャーちゃんと滑りたいか。今はもうリュウシンくんどっか行っちゃったけど、どこも行ってへんよ、近くに住んでるよ、すぐそこに住んどる。さあ、病院ちゃう、あの学校が違うからな。お、これは間違えた、うん、間違えた。おー、これこっちゃんちっちゃいぞ。うわー、恥ずかしい、これおまるに座らされとる。うわー、頭に傷の跡すごいな、こりゃかわいいな、ちっちゃい時やな、まだこれちっちゃい、傷の跡がすごい。絵本は個別でも、なんだこれ、絵本は個別でも全体でも楽しんで見れました。これは、あれやな、お米かな、これ砂か、なんか下がっとるな。滑り台、ローラー滑り台。これ、これ、これそれ、こっちゃん抱っこされてんのかな。初めてのジャンペットでしたが、抱かれて飛ぶことができました。あー、トランポリンやな。これ、何、手術の後、そうやん、頭な。今でもこの後あんねんで、あんねんけど髪の毛が伸びて隠れとるだけ。いろいろありました、なんかいろいろあります。夏休みの生活、こんなもん全部置いてくれてんねんな、いっぱいありますな。これは診療室に預かったダイヤップ通院表、これはええか。あとでロリー取ってな。今日はこれやで、うん、ちっちゃい手形見てみ、これあんた、これちっちゃい手形やで。こっちゃん、お誕生日おめでとう。たくさんおしゃべりするようになり、お話の世界もどんどん広がってきて、とっても楽しいこっちゃんです。なんでかじゃね、腹ばいからお座りか、腹ばいからお座りもできたもん。ん、わからない。それでこんなんも作ってもらって、5歳やって、今何歳や、おっさん。お、これあるぞ、ほら、これ作品集ちゃうか。うっ、何これ、そういうのか、これこっちゃんが書いた作品集。じゃ、順番いくぞ。なんじゃこれ、アンパンマンかな、なんだろうか。はい、次、これはなんか、あ、これはアジサイとカタツムリやな。次、なんだこれ、サインか。うわー、アート、アートすぎる。魚やね、魚ですね。
これは何だろう、マンボウかな、これ、ま、マンボウじゃないやろ、これは芋かな、芋、芋、芋掘りとか言ったのかな、その芋かな。はい、次、小太郎、直樹、高松弘子、高松雄一違うな。じいじ松下雄一やな。あ、だこれ乗っけて、これ邪魔だ。え？え？はい、次。なんだこれ。すごいな。高松雄一ちゃうわ。そうや、じいじ怒るで。クリスマスツリーですけど、ぐちゃぐちゃです。なんで？お、これほら、あれやん。悪い子はいねえが、じゃないよ、これ。しじまいや。あー、しまった、取れてもだ。雪だるま。お、冬になってきた。お、こっちゃんこれ手形、ちょ手形これ合わせてみ、自分の手と。あんま変わってないんじゃん、ほら、あんま変わらん、あ、ちょっと大きなってんな、ちょっと大きなったな。はい、こんなんがありましたね。はい、ちょっとこれ、あれ外れてもだわな、もうちょっとやめて、もうわかった。はい、もうこんな感じでよろしいですか、今日は。木組とかもちょっとあるけど、木組ちゃう、これキリン組、キリン、イチゴ、いけっか。言うとったな、そんなこと。はい、これはなんだ、これこれもなんか絞り絵みたいな、にじんでるやつやな。これはナスビとキュウリとウリとウリウリウリおひなさんかな。これはなんだ、なんか、これは切り絵やな、左右対称に切ったやつやな。これはなんか朝顔かな、後でボール取ったな。いや、ぐっちゃぐちゃ、うん、うわ、ぐっちゃぐちゃ。あんたもこれ興味ないんやったらもうこれ紹介やめるで、こっちはもう紹介やめんで、これ興味ある。いいか、みんなじゃあ一緒に見ていこうや。こんな後でボールとか言わんと、なんかわからんけど、これなんだ、これ、これコーヒーの葉っぱ、葉っぱやな、葉っぱと、これキノコかな、これキノコ。はい、これはクリスマスの長靴かな、小太郎。かわいいな、これタコやな、ピンクの雪だるまですな、これひな祭りです。これはひな祭りのやな。はい、最後、あ、これ懐かしいな、なこれ、卒園式、こっちゃんじゃなくて先輩の卒園式の時これ貼っとったな。知ってるの？知ってるよ、見たことあるで、この絵ちゃーちゃん頑張って描いたんや、確かじいじやったかな。はい、み、なんかわからん、カルタみたいな、み、一学期の作品、りょうさんあるな、ほんまに一学期の作品や、これ。これなんだ、いちごやな、これちゃうかな、結構また言うとる。これも新幹線座、あ、こっちか、あ、これはあれやな、クレヨンで黒く塗りつぶして傷つけるやつやな、新幹線座。ふん、あんた学校でいろいろほんまやってねんな。ほんまやな、これこっちゃんかな、えらいデブっちゃうけど、こっちゃんかな、これは。でっこつこっちゃんかな、うん、二学期の作品。またこれかわいいウサギ、山本先生やってくれたのかな、これ。お、高松小太郎とか言ったのかな。はい、ぐちゃぐちゃかな、はい、ぐちゃぐちゃかな、これいいやんか、これちょっとアートな感じでいいんじゃないですか、これは。このスタンプも結構いけてる、が入ってて、うん、はい、これもなんかすごいですね、なんかこれもすごいですね、これもアートやな、イケてるな、これは生かすな、これ先生かな、書いてんの誰、先生、山本先生。はい、おしまいです。はい、もう全部紹介したかな、これなんかわからん、こっちゃん作ったやつかな、これ島次郎のやつか、うん、高松小太郎くんの書いてある、なんかバースデーカードかな。何してんの。はい、ご卒園おめでとうございます。
お話しするのが上手で笑うと止まらなくなる小太郎くん。1年間とっても楽しかったです。たくさん頑張りましたね。仲良くしてくれてありがとう。山本先生でした。はい、こっちゃん、これで幼稚園の時の作品と伊調さんの時の作品は紹介終わりです。いいですか？ロリーとって、もういいや、終わりです。